なみさんお疲れ様です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。そして動画をお送りいただきまして、こちらの方もね、えー、日々、えー、お疲れ様でございます。いただいております。で、今日ね、ライブ放送、あと間もなく30分ほどで始まるんですけども、今回はね、強さと優しさの方程式について、ちょっとね、ライブ放送のテーマを決めたんでやってみようかと思うんですよ。でね、おそらくなんですけども、その、まあ男性のね、中に、 多いと思うんですよ自分は強さと優しさを兼ね備えていると。でも何か評価されないんだよねっていうふうに思ってる人ね。だからね私はね今回ね強さってのは何なのかなってこととその優しさってのは何なのかなってことそれをどういうバランスで自分という人間に配合すればいいのかなってことをね、えー、こう体系化して分かりやすく伝えていこうかと思うんですよ。まず一つ強さ 優しさ、これをねいくつかに分解することによって自分には備わっているのかそれとも備わっていないのかっていうことが分かりやすくできるんじゃないかなと思いましたまあこの強さと優しさってのはね一見するとものすごく曖昧な概念なんですけどもきちんと分解していくとものすごく具体化されるっていうことなんですよねでそれを一つずつ積み上げていくことによって、えー、別にね自ら語らずとも疑問に思わないように その強さも優しさも周囲から評価されてとってもいい人間関係や人生が構築できるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい、じゃあ間もなく始まりますんで今回もよろしくお願いします。それじゃあ。